リアルサウンドミュージックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。私たち、ヒロピーのダスです。奥津まりりです。佐藤まりあです。ひなとまるです。とつかおともです。今回はリアルサウンドの企画、私の日常に欠かせない〇〇ということで、はい、私たちが日常で生活する上で欠かせないものを紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあいいですか。どうぞどうぞ、いっちまってくださいよ。はい、私が日常に欠かせないものはこちら、でーでん。はぁー、何ー、見えたあーらららららららこちらリップクリームです。おー、欠かせないね。リップクリームはもう進化すると一年中欠かせないものなんだけど、カサカサばっかが気になって、他のことも何もできなくなるぐらい唇のカサカサ気になっちゃうタイプで、やだよね。やだ、寝る前もずっと必ず塗ってます。小学生ぐらいの時からずっと。ワンちゃんのプルプル唇はそのおかげなんだね。そうなんです。だからヘアメイクさんが使ってるのを見て、あ、これいいかもと思って買った。みんな使ってるね。おすすめです。なんか香りとかもほぼなくて、サラサラしててあんまり気にならないと思います。塗ったから、おすすめです。はい、じゃあ私行きます。じゃん、こちらです。こちらはサウナバッジなんですけれども、サウナスパ健康アドバイザーという資格をゲットするともらえるバッジになっております。かっこいい。そうなの、すごいでしょ。じゃあマリビもゲットしたんですか。そう、ゲットしました。すごい。そう、サウナに最近ハマって、そこからサウナのことを語れるようになりたい、この良さを知らしめたい、この世の中にと思って、正しい入り方とかも学べるので、そう、どうやって入ったらいいんだろうとか、全く知識がなかったところから、そのサウナスパ健康アドバイザーの教科書みたいなものをもらって資格を取るんですけど、無事ゲットして日々サウナライフを楽しんでおります。すごい。いいじゃん。衣装につけたら確かに合いそうじゃない。確かに、超強くない。あのエリートコとか、強いとこかわいいじゃん。確かに。じゃあそういう日もある感じにしていこうかな。合いそうよ。要チェック、要チェック。はい、私日向春の日常に欠かせない〇〇は、じゃじゃん、はい、カラーコンタクトです。イエーイ。なんかスタッフの皆さんが一番の盛り上がり笑ってますが、ダメですか。なんかすごい笑ってる、うん、なんで笑ってるんだ。あんまり出す人いないのかもしれない、うん、レアパッケージがチープすぎたのかな。で、箱じゃなくて中身持ってきたかっていう笑いだね。多分ね、なんかカラーコンタクトをつけると、うん、ライブとか取材の時につけるんですけど、うん、スイッチがオンになるっていうのが、うん、普段私裸眼なので、うん、仕事をやるぞっていう自分の切り替えになるのがこのカラーコンタクトなので、うん、皆さんに笑われましたが大真面目にもやりました。はい、わかるよ、気持ち。アイドルはみんなそうなんだから、ね、何かスイッチオンするものがね、うんうん、アイドルはるちゃんはカラコンから、うん、素晴らしい。そして最後に私は料金でホットアイマスクです。いいね。はい、普段私すごくゲームをするので、うん、目が疲れるのでほぼ毎日してるんですけど、今日は私なりの仕方をちょっと紹介したいと思うんですよ。何に違うの。1万円の今赤ピンの1万円の、そう、今日はこのために買ってきたんで、あの目じゃなくて、ありがとう、首。あー、なるほどね。あの首でここ結べるんですよ、実は。うん、でこうやって結んで首を温める。で、ここあったかいので温まったら、いい、ね、そう、コリがほぐれまして、もう1枚、はい、2枚目全部で3枚使うんですけど。あ、全部使うの。そう、次はなんかゲームするときって頭めちゃめちゃ凝るんですよ。だからえ、これ本当ですよ。笑われると思ってなかった。だからロリータファッションみたいな。なんか確かに頭が固まると全身のコリにつながるので、頭を温めるためにここに1枚挟まれちゃう。え、そんなに変なの。なんか当てないと3枚目を目に、そうそうそう、すごい、なんか見たことない。そうやってやると、うん、いつもの私の部屋の3枚使いが完成するんですけど、目と頭と首3点をいつも蒸気で温めてます。ぜひ皆さん試してみてください。この度メジャーセカンドシングルカップラーメンプログラムを4月28日にリリースいたしました。ありがとうございます。この曲は頑張った自分へのご褒美に食べる深夜のカップラーメンをモチーフに、メンバーの話し合いを元に制作した楽曲になってます。ぜひ聴いてください。それでは以上、ヒロソフィーのダンスでした。バイバーイ。